ゲスター・ハルバート・ガーマーは、アメリカの物理学者、クリントン・デイビソンと共に実験を行い、物質の波動と粒子の二重性を証明した。これは、電子顕微鏡の開発にとって重要である。これらの研究は、ドブロイの理論的研究を支持した。熱音楽、金属の侵食、接触物理学の研究も行った。1931年にエリオット・クレソンメダルを、 受賞している。第一次世界大戦中は戦闘機のパイロットであり、その後ニュージャージン州にあるベル研究所に勤務した。1945年、ロッククライマーとしてのサイドキャリアを始めた。アメリカ合衆国北東部の周り、特にニューヨークのシャオンガンクリッチで登山を行った。当時はアパラジアンマウンテンクラブが支配的であり、 ロッククライミングは厳しく規制されていたが、レスターは、ここと関わることはなく AMC の安全委員会の、長でありこの地域の一流な登山家である、ハンスクラウスと衝突していた。かつて登山の認可を、l i k e People to, Match and Is to e n t h u s i a s t i c という言葉と共に断られている。寛大で、優しい人として知られていた。かつて、A1 マンクライミングスクールと呼ばれていた。 1971年75歳の誕生日の1週間前にシャオンガンクリッチでロッククライミングのリードを行っている最中に心筋梗塞で亡くなった。その時までロッククライミングの26年間の安全記録を持っておりリーダーフォールすら経験したことがなかった。ありがとうございます。